回の動画は音声が取れていなかったため、 BGM と一部読み上げでお送りします。今回は神奈川県で心霊スポットとされる大矢部城跡の今をお届けします。Google マップ上ではこの辺りに大矢部城跡のポイントがあるんですが、おそらく大矢部城跡への道は他にもあるのですが、今回は横須賀市営公園墓地の駐車場から向かっています。墓地の駐車場から山に向かって階段が伸びています。何気に結構登るのでなかなか大変です。道中には倒木もあったりして危険かもしれないです。で、そうやって進んでいくと、ちょっとだけ眺望が現れます。やぶがかなり出てきましたが、進みます。大矢部城は平安後期から鎌倉時代に三浦半島を支配した三浦氏の本城、衣笠城の支城として築かれた城です。城主は和田義盛の子、朝比奈義秀や三浦一族の三浦義澄と言われていますが、資料などの根拠はないようで正確なところは不明だとか。現在の横須賀市営公園墓地の中にある丘陵が城の所在地と言われているのですが、その痕跡のようなものはすでにないようです。おそらく法事合戦の際に衣笠城と共に廃城になったと目されますが、第二次大戦後に米軍が周辺に駐屯したことで遺構の調査も詳しくなされておらず、地形を見る限りおそらくここが城だったんだろうなと分かる人には分かる程度の状態になっているようです。そんな謎の多い大矢部城跡は、城址の丘陵全体が怪奇現象が起こる場所であると言われているようです。周辺では鎧武者や黒い影が目撃されていたり、夜中に一人何かに話しかける女性の声がすると言われています。そんな噂のある大矢部城跡ですが、日中は何もなさそうですね。森の中をしばらく歩いて進みます。ちょっと脇道にそれてみたのですが、明らかに下の手が入った何かが。大矢部城とはどう考えても関わりはないですが気になる。竹と木をビニール紐で結わえて頭上に棚、床を作っている子供の秘密基地的なものなんでしょうかね。秘密基地仮のあった場所から道に戻り進みます。
足元に外れてしまった通行止めの看板が。行っていいのか迷いましたが、ちょっとだけ様子見に行きましょう。こっちにも秘密基地仮っぽい何かが。一体何なんでしょうね。この先行っても何もなさそうなので戻ることにしましょう。戻ってる途中、そういえば Google マップのポイントはどこか見てみます。ま、Google マップのポイントが正確な位置ってわけではないですけどね。鉄塔の横あたりみたいですね。何もないですね。そんなわけで現在の大矢部城跡を見てきました。何もなかったですけど、落ち武者本当に出るんですかね。